はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ギガンティックチャンピオンサルガズです。さあ本日なんですが、診断でねめちゃくちゃ強化されたスプリガンズを使っていこうというふうに思っております。このモンスターマジかっこよくないですか。かっこいいし強いんすよねこいつ。追加された、主に追加されたカードはこのサルガスと、あとこのタリホスプリガンズっていうカードなんですけど、ギガンティックチャンピオンサルガスが何するかっていうと、まあ、汎用ランク8モンスターなんですけど、基本的にはスプリガンズの上に重ねて出すっていうこの方法を使っていきます。あの出し方ね。で、何をするかっていうと、素材を持っている場合、エクシス素材を持っている場合、デッキからスプリガンズかセリオンズを手札に加えるということで、まあ、スプリガンズカードを持ってくるっていうこともできるし、あのセリオンズキングレギュラスみたいなモンスターを持ってくるみたいな動きもできます。で、2番目で、素材が取り除かれた場合、これ自分で取り除く効果持ってないんですよ、素材を。なんで他のカードの効果で取り除く必要があるんですけど、取り除かれた場合、フィールドのカードを対象にそのカードを破壊するかバウンスすると。これ自分のカードでもいいんで、結構あの器用に立ち回ったりできますね。で、この1番の効果でサーチしてくるカード何かっていうと、このタリホースプリガンズっていうカードになってくるんですけど、基本的には。このカードが展開札になってまして、めちゃくちゃ強い。今までのスプリガンズって展開できなくて、あんまり横に。だからね、そんな強い場面作れなかったんですよね、今までは。なんですけど、タリホースプリガンズが来たことによって、めちゃくちゃ横に並ぶようになりまして、デッキからスプリガンズモンスター1体を手札に加えるという効果と、素材を取り除いてこのカード発動したら、取り除いた数だけ手札墓地からスプリガンズを特殊召喚できると。だから一旦、メリーメーカー作るときに、乗り込ませて、モンスターたち、こうね、スプリガンズ、乗り込まして、で、その乗り込んだモンスターたちを、素材にして切って、タリホースプリガンズ、撃つと、なんか、一気にね、モンスター3体が並ぶんですよ、盤面に。で、そのモンスターを使ってリンク召喚とか、エクシス召喚をしていくみたいな感じですね。で、フリーチェーンでエクシス素材を除けると、フィールドのカードをフリーチェーンで破壊できるような感じになるんですよ。ギガンティックチャンピオンサルガスとかの効果、2番の効果とかがあるからね。なんで、フリーチェーンで取り除けるように、今回は深淵に潜むのを採用してみました。まあ、トルネードドラゴンとかでも、トルネードラゴンか、とかでもいいと思うし、なんかフリーチェーンで素材を取り除けるモンスターだったら何でもいいと思うんですけど、まあ、環境に強いかなと思って深淵にしてます、今回は。はい。リダンとかは取り除けるのかな、ちょっとあれ効果で取り除いてるから、ちょっとなんかこの起動できるかどうか分かんないけど、リダンとかもいけるんだったら強そうだね。まあ、こういうモンスターの相性がいいですね、非常に。で、フィールドのカードを破壊するっていう効果、これ、自分のカードでもいいんですよ。スタルガスの効果とか、あと、こちらチャンピオンじゃなくて、このキャプテンの方でも同じような感じで、素材を取り除いて、フィールドのカードを破壊できるよみたいな効果、このカードのね、効果あるんですけど、これ自分の、カードで、まあ、こいつだったらあれだけど、ギガンティックチャンピオンサルガスはフィールドのカード破壊できるんで、なんでも。なんで、今回は、ダグザと、あとデスサイズ採用してまして、このカードを叩き割っていくという、そういう動きで相手の先行展開を封じていこうかなと。先行展開じゃない、後行展開を封じていこうかなというふうに思ってます。まあ、基本的には先行を取るデッキ。で、ゴールドゴルゴンダにアクセスできないと、本当動けないんですよ、このテーマ、マジで。なんで、ゴールドゴルゴンダになるスプリガンズウォッチと、ゴルゴンダと、ブーティーはもうガンズにしてます。はい、まあ、動かし方はちょっと見ていただければなと思うんで、早速ね、くっそ強くなったスプリガンズ回していきましょう。デュエルスタンバイ。ゴルゴンダないと何もできないので、ゴルゴンダ探しに行きます。これ6枚除外、いや3枚でいけるんじゃね。テラフォーミング減ったからちょっと減ってんだよな、ゴルゴンダ。あ、大丈夫だ、OK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 
不安な場合はまあ6枚めくっていくんですけども、だいたい3枚目から来るからな。でスプリガンズウォッチ 0.008% 採用率低くそして大阪ゴールドゴルゴンダを発動。これがスプリガンズたちが日々遊び回っている庭だぜ。その庭の効果によってスプリガンズバンカーを墓地へ送り、デッキから、あ、デッキからじゃねえ、エクストラデッキからスプリガンズメリーメーカーをエクシーズ召喚。そして、デッキから墓地にスプリガンズモンスターを送る。そして墓地のスプリガンズたちは船に乗り込むことができるぜ。うわー、乗り込んでいけ。世界観がいいですよね。このなんか、あ、ちなみにスプリガンズモンスターたちっていうのはエクシーズモンスターたちがなんか船みたいになってて、なんかそこに乗り込んで戦っていくみたいな感じの世界観となっております。はい。そしてスプリガンズメリーメーカー一体でオーバーレネットワークを構築。かっけー、マジかっけー、チャンピオンマジかっこいいですか、マジかっこいいっすね、こいつ。でエクシーソーヤ持ってる場合効果を発動。
こちらに自身がエクシーズ素材を使う効果なくてですね、この人のやつ。はい、とりあえずスプリガンズ、タリホースプリガンズを発動。オーバーレイユニットを取り除いて発動することができ、取り除いた後にスプリガンズをサーチ。キットだな。そしてその後取り除いた数までスプリガンズモンスターを特殊召喚できる。うわー違う、これやばいよな展開力。タリホースプリガンズ、これマジで強い、これ本当に。そして、スプリガンズキットの効果を発動。サルガスちょっと戻すか。フィールド魔法を手札にバウンスするぜ。そうすると、キットの効果で楽園の機械持ってきた後に手札コストを回収できるという、回収っていうかこれを戻せるという謎のコンボがありまして、でこれを戻しましょう。まあ今ちょっと手札強いんで戻したくないんですよね。で2体のモンスターで、これはマスカレナでいいか。デスサイズ引いてるんで、まあ、バンカーとロッキーでリンク召喚現れろ。 IP マスカレナ、そしてバンカーの効果を発動。このカードをゲームから除外し、スプリガンズモンスターをゲームから除外することによりデッキからスプリガンズカードを1枚を手札に加えることができる。ゴールドゴルゴンドないからちょっとモンスターだな。そして楽園の起源を発動。楽園の起源の効果により手札のスプリガンズブラザーズを墓地へ送り、スプリントも墓地へ送ることによってデッキから楽園系のモンスターを手札に加えていく。そして墓地へ送られたブラザーズの効果発動。自分の墓地のロッキーを特殊召喚。そして、ロッキーの効果発動。自分の墓地で存在するスプリガンズモンスター一体を回収することができる。そしてアルバス系の融合モンスターが存在するために手札からスプリガンズキットを特殊召喚。さらにちなみに皆さん気づきましたか、僕まだ召喚権使ってないんですよ。つえー、マジでつえ、どんだけ強い。ここでまだ召喚権使ってないの、いかれてんだよマジで。デビフラとか生きてたらデビフラからエクストリオとか出せましたよこれ。一応これ動きとしてはギアギアントクロス出してサーチしてみたいな動きすると多分ね召喚権余ってるんでデビフラ出せるっていう。っていう動きは一応できたと思いますけど、まあ今日とかこんぐらいで勘弁しといてやるぜ。そしてエンドフェイス、スプリントの効果。デッキからスプリガンズモンスター一体を特殊召喚できるぜ。さあキャプテン仕事ですよ。スプリガンズキャプテンサルガスを特殊召喚。かっこいいこの盤面。相当展開力上がってマジで何でもできるようになったわスプリガンズ。まあ、ちょっと今回はこういう感じで普通に妨害してるんだけど、なんか別に未来竜王とか出そうと思ったら出せるし、ここねエクシーズモンスターだったらランクだったら何でも出せるわ。うん、楽園融合普通にうらら。いやこれね深淵とかの効果いつ使うかかなり難しいんですよね。無限法要があるから相手ね、無限法要とか儚ね、毎、ま、週、あ、深淵打つか。今は多分無限法要が打てないから多分ここのタイミングで打った方がよくて、一応深淵の効果は適用されている。チャンピオンの効果、あビーステッドあんのか、なるほど、やるな。まあ、一応増陣投げるか。増陣投げましょう。はい、さあ G 通るか。 OK、まあ、大体大丈夫じゃない。でもちょっとビーステップ強いけどね。ビーステップとちょっとエクストラデッキからは関係ないから、なんかあれが刺さんない可能性がある。デスサイズが裏が来た。 OK で無限無限補助ねや、楽園融合止めた。でベルトナイトメアもういい、どうでも。でギガンティックチャンピオンサルガスの効果、オーバーレイユニットが取り除かれたためジムシーのフィールドのカードを破壊。そして破壊されたアーティファクトデスサイズの効果発動。破壊のやめろ、破壊のやめろ、破壊のやめろ、破壊のやめろ。よーし通った。デスサイズ即死とか成功時効果。このターン君エクストラデッキからモンスター出さないで。このターン君エクストラデッキからモンスター出さないでもらうからよろしくね。よし完璧だ。完璧だぜ。何を落としたところで何も起きないぞバカ。誰がレイノハートはどうでもいいわ。
メイリュウね。はいはい。落としていいの？あなたエクスタデッキからモンスター出せませんけども。メイリュウ君の効果は死んでますけども。はいはい。はいはいはい、なるほど。なるほどなるほどなるほど。そんな感じですね。メインフェーズ終了前。スプリガンズキャプテン、サルガスの効果を発動。オーバーレイユニットを一つ使うのはこっちでいいか。スプリガンズキットを墓地へ送り、相手のフィールド上のモンスターを破壊。バルドリックでいっか。バルドリック破壊。よし。で、IP マスカレーナの効果を発動。現れろ、未来を導くサーキット。召喚条件は、カード名が異なるモンスターに対処。トライメイゴン、リック召喚、成功値効果発動。手札を一枚墓地へ送り、相手のモンスター一体を、デッキに戻す。最強！これでサリークさえも使わせない。バトル。はい。はい。はい。強くないっすか？いやもう何もさせないっていうことできちゃうんすよね。新次元のスプリガンズ、マジで。マジ強え。楽園開幕。なるほど。これは打った方がいいか。深淵に潜むものの効果を発動するぜ。深淵に潜むものは、オーバーレイのユニットを一つ使うことによって、このターン相手は墓地で発動する効果を発動することはできない。つまりそのコストは効果を発動できないというわけさ。なるほど、いいだろう。ちょっと相手の伏せカードは割んない方がいいかな。まあ割った瞬間やばいこと起きる可能性あるからね。アルバスはしょっていいか。アルバスはしょっていいか。アルバスはしょっていい。でまあ、なんかサーチないのこれ。あ、あるか。はい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 、どうぞ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 。で、アルベル効果、何か楽園系のカードサーチするけど、まあ今もう何も関係ないと。何一つ。今何も関係ない。それをサーチしたところで、何も起きない。楽園融合持ってくるが時すでに遅し。はい。で、破壊。あ、バウンソンやったか。あ、バウンソンやったな。ちょっとやべえ。ワンチャン赤の楽園とかされる？ワンチャン赤の楽園とかされる可能性あるか。ちょっと、ま、チェーンでいいか、大丈夫かな。ちょっと今、本当はバウンスの方がよかったかな。あらあら、未来を導くサーキット。召喚条件は、効果モンスターに対処。うおー、ストームアクセス！アクセス！コード投下！ちょっと一応あの癖カードはちょっと終わんないようにいきますか。はい。はいと。で、バトルフェイス。いけよし。これ実はさ、これ後ろ割られないからさ、ティアラメンツに波紋のバリア、ウェーブフォースが入れても強い。それは幻。対戦、ありがとうございました。いや、強くなったな、本当にスプリガンズ。マジで展開力全然足りなくて、あれだったからね、あの、楽融合とか普通に打ってたからね。イリュージョン・オブ・カオス。どっちタイプだ。あ、ブラックマジか、普通に。いいね。ブラマジ久しぶりに当たったな。ブラックマジシャンいいね。スキドレとかやられるとちょっときついけど、マジシャンズロットはまずはウララ。ブラックマジシャンデッキはここにウララ当てろと、おばあちゃんが言ってました。ここにウララ当てられると大体きついと。これ貫通は素引きしかないんで、相手。はい。はい。まあ、陣発動されないようにだけ注意しとけばいいんじゃないかな。あ、ソウルズね。はいはい、いいよ。ソウルズ OK。で、ブラマジ系のモンスターと、特殊召喚する方か。まあ、増殖打つか。で、打って、まあ、あんま増殖効かないイメージあるけど、ブラックマジシャンは。まあ、ちょっと、陣玉されるとききついんで、まあ、陣玉だけされないように注意したいですね。あの、ゴールドゴルゴンダが除外されると世界終わるから。まあ、スミーテルはね、まあ、別にいいんだけど。はい。で、ブラックマジシャン特殊召喚される。あー、ティマイオスか。なるほど。これは、竜騎士かなんか出てくるのかな。いや、でも魂があるかどうかですね。魂があると非常にめんどくさい。効果を受けない3000打点はね、ちょっとマジめんどくさいんだよね。それだけは本当にやめてほしい。で、ティマイオスの効果発動して、融合召喚、ブラマジとか、これ、竜騎士ブラックマジシャンだな、多分。アメレットわけないよね。あー、オッケーオッケー。竜騎士ブラックマジシャン出てきた。いやー、惜しい！一手遅かった、エフトベイラー君。メインフェーズ終了？弱っ！
これ、あ、魂ないの？魂なかったらいけるだろ、さすがに。これただの3000バニラだから、もはや今。3000バニラ、もはや今は。ですね。まあ、ゴールドゴルゴンダ発動。ゴールディングゴルゴンダを発動していく。なんかあるな。あー、いや、まあ、これは動いていくしかねえか。いや、ワンキル取れると思うんだよね。スプレガンズ、今まではこれでワンキル取るの、難しかったと思うんですけど。いや、神経の力あったと、展開の結果なんかいけるだろ、これ。大作界、ゴールドゴルゴンダの効果を発動するぜ。ていうだから、スプリガンズモンスター相対を墓地を振り。スプリガンズモンスターを特殊召喚。あらろう。スプリガンズシップ。エクスプローラー。スプリガンズって、召喚ムービーちゃんとて、あの、エースモンスターに2個あるんだ。これ、冷静に考えて。優秀だな。めちゃめちゃ優秀だったわ。めちゃめちゃ優秀。そしてスプリガンズシップエクスプローラーの効果発動。なんか列を指定し、そのなんか隣のモンスターを破壊することができる。うおー、くらえ、バゴーン。よし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 。そしてスプリガンズキット召喚で、スプリガンズキットの効果を発動。楽園系のカードを1枚手札に加えながら、手札を1枚デッキに戻せ。スプリガンズウォッチ発動。大世界ゴールドゴルゴンダが存在する場合、デッキからスプリガンズモンスター相手を手札に加えて墓地に送るというマジでぶっ壊れ効果を持っている。マジモンのぶっ壊れ、あ、間違えた、もう察すんの、あんま変わんねえか。ちょっとバンカーじゃなかった、サージしたかったの。バンカーを墓地に落とすのと思ったら普通にバンカーサージしちゃった。あ、じゃあちげえの落としやがったか。ちょ、ミスった。いけるかな、これ。ギガンティックチャンピオンサルガスを特殊召喚していく。やべえ、ちょっと頑張った。いけるかな、これ。タリホースプリガンズ発動。あ、でも持っていければいけるか、これ。これ持って、素材取り除く。2枚取り除いて。これ打点高いからロッキーだな。で、モンスターを特殊召喚するぜ。ロッキーで、これ打点足りてる説あるよね。これ打点足りてる説、打点が足りちゃってる説。うおー、いやー、おーっしゃー。いや、ちゃんと横並べられるようになったからさ、足り方でちゃんとワンキル取れるの、マジ偉すぎでしょ、スプリガンズくん。本当に強くなったね、君たちは。ハリホー、ちょっと3枚怪しいかな。でもなんか素引きしたらワンチャン貫通するからな。結局多分相手の誘発打ちどころってギガンティックサルガス、チャンピオンサルガスしかないんですよね。だからそこでタリホーを持ってたら普通に多分無限抱擁とかウララとかギガンティックに打たせて、でタリホーを打てるから、まあ、さすがに3枚でいいと思うんだけどな。なんかこの将来神召喚神やばい、なんだこれ。あー、これキュリオスムーブかな、キュリキュリキュリオスムーブかもしんねえな、これな。はい、一旦一度手札を1枚捨てる。これ多分キュリオスムーブだな。はい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 、はい、この動き強いですよね。あの指定の買い物プラスコストからもうキュリオスが確定するのめっちゃ強くて、これね、属性が同じで出力が異なるモンスターだから、サイバース、悪魔、魔法使うっけ。これめちゃくちゃ優秀だよな、このギミック。はい。で、ドミニオンキュリオスは何を落としていくんでしょうか、彼は。ギミックパペットナイトメア。ガチヤバモンスターじゃん。ガチヤバ激クソモンスターじゃん。はい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 。そんな伏せちゃう？そんな伏せちゃう？うわー、魔法カード封じられた。実質きちいな。いや、でもゴールドゴルゴンダないとこの時無理なんですけど。なんか魔法カード使わないでなんとかする効果ないかな。ギブアンドテイク、はい。あ、もう決め、きっしょ、きっしょ。
必勝このクソコンボ。ギミックパペットナイトメアとかいう激キモモンスターもらっちゃった。いやこれね、これ入れとね、俺ギミックパペット売り入れとっていうか、これ特殊召喚しちゃったから、だからこれ入れとさ、俺ギミックパペットしか出せないんだよね。まあ実質なんかラーの人を送りつけるみたいな、井戸を送りつけるみたいなもんなんですけど、いやこれ一回耐えよう。魔法カード使えないし、ちょハオリのザークさんちょっとどいてもらって、レベル20やばいな、あのレベルの高さが。でこれで耐久して、いやでも次のターンになったら多分動けるでしょ。ちょザークとねハオリの魂をねちょっとねどかしたいんだよね。魔法カード使いたすぎて、基本的な初動をね決戦のゴルゴンダにあの頼り切ってるデッキなんで、オッケーオッケーオッケー、耐えた、いける、大丈夫だ。決戦のゴルゴンダじゃねえや、大境ゴールドゴルゴンダだった。トラップトリック、はい、覇王の、あ強ない。強ないっすかそれ。はハンドガンギ割りすぎたらこいつ犯罪やんけ。